立ち垢のジャンキーは誰だ、ドンジャラ王。さあ、ということでやりましたよ、ドンジャラ王。ジャンキー、もうまさに桜井翔一にしか見えないな普段から俺は2時間しか寝ない。そのエピソードそれは分かんないんだよな懐かしいですね、ドンジャラ。ドンジャラですよ。でちょっと麻雀よりちょっと簡易的な感じのルールですかね、はい、はい、これをね、やっていきたいと思います。なるほど、はい、はい、やってました、子供の時。もっとこれなんか結構複雑そうなんですけど、僕もっと簡単なやつ。いやいや、こんなのと簡単でした。こんなのとか、こんななんか多くなかったんですよね。ドンジャラ台、こういう台はあったっけ、昔から。ありました、ありました。そんなあった？ありました、ありました。こたつひっくり返してないですもん。あ、そうなんだ、本気のマジ確かに。でね、あれはないみたいですよ、うん、ポンとかチーとかそういうのはないんですよ。まあ、ないですよ。まあちょっとこの、あれですよね、マグロっぽくて飯テロにもないあ、ほんとだ、マグロの寿司もどっちかというとカニカマみたいなカニカマかあるよ、ちょっと飯テロの部分なんだ、飯テロにはなんだろうちょっとじゃあやっていきましょうか、はいはい、とにかくめちゃくちゃシンプルですよね。めちゃくちゃシンプル、はい、で親が 1.5 倍とかそういうのもないし、ない、はい、わかりました。じゃあまず親を決めます。親を決めますか、はい、じゃあ一人ずつサイコロ振っていきます。 でかいね、サイコロ2 本当にここでやんのだってここじゃないのに双子。もう4 4 最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ、はい、こうでしょ、ドンジャラ。ね、分かんない、ルールルールむず、はい、なんで、ちょっといただきます、ね、ルールが分かんないから勝手に進めないでください。僕は親で大丈夫です。親で、親で、はい、これじゃあ、まずじゃあここがドンジャラの一番の醍醐味ですね、はい、ここが実行じゃねえ、はい、だってまあ、ジャンキーだったらここにこれやってる時点で自分にいい牌を、そうだよ、引き寄せるんですか。だから麻雀僕やったことなくてルールはよくわかんないですけど、別に麻雀知らなくてもできます、ね、はい、はい、麻雀で一番引っかかる部分は多分全部入るから、一応10個で2列はい作ってください、はい、で表にしてるな、ちょっとずつ、ここはね、この人ですドンジャラ。ルール何してんすか、だからそんなルールわかんないですよ、ね、シロハうわ、すげえ。なんすかそれ。え、麻雀の積み方じゃん。な、一個の。なんで、加賀まりこさん見て育ってないの。ああ。もうはい。もうこいつはジャンキーじゃねえよ。いや、じゃあまずこれも2列こうやって並ぶの、こうやってタクヤみたいに並べて、端っこ角作ってこうやって並べる。はい、で前に出す。じゃあちょっと前に出して、一個だけ引いて。小指で挟んで、小指でここを挟んで、こう、寄せる。いや、できないです、できないです。いや、ちょっとそれ、これ毎回やんだよ、これ。次からやります。ちょっと確かに。ちょっと軽すぎますね、これ。難しいんで。どこで手間取ってんだよ。こんなん今はもう、ベーンって出てくるんですもん。世代の違いですね。これは親が、おしま、はい、僕です。親の手札、1個余ったのは親の最初の手札になります、はい、自分で開いて置いといて、はい、何でしょうか。さあ、でもう一回サイコロを振ります。ああ、サイコロを振って、これもでも振れないですよ、ちょっとここ できないですよ。じゃあまあ下でいいか、あ、ここでやってみますか。あ、ではい、4、さあここから4つ、1、2、3、4、ここから引くってことですね。ここから2個ですね。ちょっとこうずらして、こっからちょっとずらして、こっから2個ずつ、2個、いや違う縦です、縦か、縦、本当に知らねえんだな本当にやってこなかった。これ時計回り、うん、いいか、じゃあ俺、これで手持ちが8枚になるように、大島は9枚、うわ、はい、おじ、あー、お、いや、あ、そうか、全然おっ、ちょっとめちゃくちゃ軽いじゃん、やばいやつやね、ちょっと軽すぎて
もうそんなやつもジャンキーじゃないんだよ。おいしいと。あ、めっちゃいいかもしれないぞ。このね、いい役にこだわりすぎてると。ほう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 。ん、大島が一つ捨ててスタートです。まあ大島がね、捨てるところからです、うん、やばい、無限の可能性がある。ちょっと待ってください。いや、それは大体そうだもん。え、もう揃ってんの？びっくりセットありますよ。びっくりセットだよ、揃ってた。ああ、びっくりセットっていうのもこれじゃないといけないですか？違いますよ。もう最初の時点どれかできてたらもう終わりってことですか？はい。いや、どれかっていうか、うん、3メンツできてれば。あ、3メンツだけですか？あ、でも骨かけセットとかは、なんか役があればいい、うん、役があればもう終わりですか？終わり。役って、え、例えばここに載ってるやつがあればいい。いやいやいや、いや、もうこれ 見ようか、見ようか。え、本当に？え、ありそうなんですけど。いや、あれこれ、同色3個だよ。同色3個じゃない。同色3個じゃダメなんですか？他も。え、どう、例えばジャイアンリサイクル。じゃ一回ジャイアンリサイクルって。ジャイアンリサイクル、これね、何が起きてんだろう。例えばジャイアンリサイクル見て、はい、この3つがあったとしても、これ同色3個ができてないと。大集合セットは、そしたらどんじゃろうだよ。全部バラバラならね。でもこれまあ確かに僕、いや、どんじゃら、どんじゃら、どんじゃら、どうやってやるんですか？こう上に出してつまんで、お、どんじゃら。あれ、これと一緒じゃないですか？違う、せわしとでき、どんじゃらだ。え、あ、違うわ。ええ、セワシと、あ、紫がないわ。デキス9個のパイのバッグの色が全て違う。じゃあセワシとあれは一緒だから。セワシとデキス一緒だから。あ、そっか。あ、惜しい。これでもこれはもうバップです。これはひどい話だよ。本当にひどい話だよ。これは単純に色見ればいいだけ。難しい。ちゃんと読めよ。書いたんじゃん。バックの9個のパイのバックの色が全て違う。バックの色が違う。この微妙な色じゃん。じゃあ並べてみんなよ。並べて、あ、一緒だって。完全にこの着てる服の色に引っ張られてる。ちょっとあの子供用のだからズルした場合はみたいなの書いてないんだよな。まあ、でもこれはでもみんな起きえました。正直起きえた事故です。いや、今僕らの中では調校して考えてますけど、うん、視聴者の人はずっとこれ見えてる状態で。で、マジで今これをもう一回多分バラすんですよ、出しちゃって。本当にもうみんな、視聴者の人はみんな見てるから、ああ、これどうなる。楽しみにしてたのに。いや、そうですよ。もういい、もうじゃあバラ。だから俺だってほら、これ抜きやすいもん、こんなん。見えてる。本当だ。僕もこのジャイアンリサイタルか女の子セットか迷ってるとこだったんですよね。これも使ってもらおう。やり直し。この静かちゃん超可愛い。はい、やり直しです。惜しいな。この場合なんなんもないの？今惜しかったね。いや、だからこの場合のルール書いてない。確かに3万点じゃなくて15万稼げてたってことですもんね。びっくりセット当ててたら、うん、3万点の牌が。確かにそう、こういうこと。5倍。どんじゃら、どんじゃら。まあでもよくあるから。まあこういう風にてねえね。で、で、うん、今ので分かりました。うん、ただまあ、もしまあ若干叩かれると思う。キャラ違うけど、あの背景の色、9個のバックの色が、はい、背景の色も、はい、そうか、並びには分かんのか。こうで、でもさっきのじゃあちょっとやってみます。まあでも本当に家族でやったらよくあることなんでしょうね。ダメ、違うよっつって、うん、お父さん違うよっつって。お父さん間違えますね。なんでこれ一緒じゃないか、これ顔がありそうですね。確かに顔が一緒。これせわし。うわ、でもこれできないな。大島でいい？また大島からいいよ。じゃあ大島、はい。じゃあこうまず下げるの。まず前に出す、前に出す、ゼロ列、前に出す、違う違う、こう
こうやってこうまず揃える、揃える、綺麗に揃える、綺麗に揃える、そしたらこのままこうちょっと前に前に、あ違う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 、難しいな。違う違う違う、これ違うな、これなんだ、これなんだ、なんだ、もう前とはやらない、もう前とはやらない、やってくださいよ、やるやるやる、大変だな。え、アーズできた？僕なんとかできました。できてるやん、だからこれをね、まず揃える、はい、で前に出す、ね、下げる、上げる、小指と全部の指で支えて乗せる。お綺麗。いやすごいな。本当だ。これが難しいですわ。それをうまくやるとこう。はい、でこれはいい人パイが失う。はい。あの手サイコロ。サイコロを振って、はい、その辺その、うん、とか下でもいいよ。じゃあそこですよ。はい。3、じゃあ1、2、3。はい。そこから、はい、ちょっとずらして。はい。そうそうそう。はい。よしよしよし。3。はい。ここからだ。ここからだ。いたいた、そういう麻雀覚えたてのやつ、友達が一人後ろについてやってたこれはとか言って、あ、でもこれでいいのか、で、大島が一個いらないの捨てるとか、はい、またまた無限大の可能性っていうのはどこでもいいですか、その辺に、うん、はい、で、1個引く、何したの、引かない、うわ、迷うな、せわしい、ジャイアンの母ちゃん、リーチ、やばいやばい、出た、ダブリーだ、リーチ、あ、ちょっと待ってください、僕捨てる、すごい早いね、違う、これはカラワシのじゃねえか、あ、あ、あ、一回もまだ勝ちない、これ何のうわ、やべえ、捨てるのも大島さん気をつけてくださいよ、そうだよ、風邪の当たり範囲になりそうなのは捨てちゃうだよ、はい、そんなん分かんないっすよわいや、間に合わないか、どんじゃら、ここが一番難しい、あ、これはまさか、まさか出た、あの何の範囲にでもなるっていうジョーカー、はい、びっくりのやつだ、いや、あ、いろいろセット、いろいろセットです、すごい、違う、いろいろセット、大集合、大集合セットです、今度は合ってますね、合ってるね、うん、合ってるわ、素晴らしい、ドンジャラということは大集合セット3万ジャラ、はい、みんな1人1万ジャラ、1万ジャラ、いや、これそうですよね、ありがとうございますこれでかい役、早いな、早いな、たった1万じゃんか、でかい役狙ってる時にこれやられたらたまらないよしこれは単野王みたいな、単野王のみみたいな、わかんない、安いってで大島の親流したりとか親有利なんですか、いや、親有利じゃないけど、そんな有利じゃん、これが一番でも練習いりますね、ひっくり返す、こうか、こう押してもいいのか、こうだ、うん、あ、で、いけるのか、あ、そういうことか、やった、はい、じゃ、とりあえず、カズヤがまず上がると、はいはい、はい、めちゃくちゃ早かった、早かったな、俺ら何もやったんやか、まだ、うん、はい、自分の子供にこの手で上がらせた、僕はちょっと一言言う家族で一番安いやつ家族でやってて、これ心配になりますよ、これは、いいでしょうね、今子供が欲しい、欲しい牌がさ、引くたび来るの、面白いから、
こう高いやつを狙ってロマンを求めてっていうのも。そうだね、でもそれを狙って人に上がれってのはそうですよ、来週放送めちゃくちゃ怖いですからいや、もういつ来るか単野を飲みで上がんじゃねえぞ単野って何なんだ単野を知らない全然わからないえ、でも、アンパイとかが麻雀用語っていうのは聞いた。あ、なんかそれ知ってる。アンパイと、モーパイを知ってる。モーパイモーパイって歌うから、じゃあ、進みましょう。はい。では、他、麻雀用語あります？ファウリオ。フリテン。フリテンってなんですか？フリテン君って、昔、漫画が。ハンターハンターのあれもありますよ、ね、いませんでしたあのフリテン君、フリテン君ハンターハンターフリテン君いたっけ、あのあいつですね、すごいヤンキーみたいな格好、あー箱割れだ、あ、そうですそうですそうです、モーラの弟子、あ、あれもそっか、箱割れもらうもらう、あ、向こういいでした、はい、竹青屋、さあ、ここまず大島さんがうまくできるのか、国士無双とかね、そういう役で、違う、つまむの、違う、でこう小指でまず押さえてるような、小指押さえますね、こういう風にこんなの誰も見たことないこうですか、こんなの指増えてるのこんなの誰が、もう絶対無理だ、いけ小指でちょっと押す、圧をかけるの、はいはい、小指で圧を、テンションテンション、でもこう強すぎてもバラってなっちゃうから絶対無理だな、何を見せられてる、絶対無理だこれ、ちょっと包み込むようにミーシャのようにね、あ、じゃあそっか、その間が ここがあーかっこ悪い、かっこ悪い、今の超絶かっこ悪いな、でも言い訳するなら軽いですよね、むちゃくちゃ肺が軽い、いや、これは本当難しいな、これが一番難しい、これもだから麻雀好きの人からしたら何やってんだよ、そうですね、一列が、あ、これだ、あれだ、はい、で僕が親ね、はい、お願いします、お願いします、サイコロです、よし、ちょっと高いやつ狙っていこう、はい、竹山、はい、こっから、はい、いい、どこでもいい、うん、でもどこ見えないから ここに向かってない、おお、六です。一二三四五六、こっから取ります。はい。はい。はい、お。お。お。おお。おお。これちょっと来たかも。取った？あ、大島僕、6回です、あ、今、最後だから、あ、なるほど、迷うところどうなるんだ、そうか、これにやってきた、いや、確かにこれ、大集合セット、もう、悪夢が違う大集合セット、悪夢だね、ちょっと本当にものすごい手前が、大集合セット、はいはいはい、はい、ちょっと一応しながら、僕から行きます、お願いします、リーチ、これ大集合セットでしょ、大集合セットや、オレンジだけは捨てねえぞオレンジオレンジを捨てればいいのか、オレンジだけです、オレンジ、うわやめろよ、ちょっと待って、やだな、大集合セットうわ、あぶね、あ、どんちゃら嘘だよ大集合セット、大集合セットじゃねえか、大集合セットちょっとこれ、大集合セットか、一回にしろ、大集合セット大集合セットやめろよやだよ、大集合言い方間違えた、大集合セットいや、誰も喜ばない、何にも秘密の、これを捨てたからってことですか、はいはいはい、謹慎する、それが当たり前、なるほどなるほど、大集合、大集合俺のさっきの三万ジャラが移動するときだあ、そうか、三万ジャラいただきます、おい
三万チャラいただきます。そうか、振り込んだから。はい、大集合線の淡路ま、淡路トータルでまでいっぱい切らずに。はい、言ってないんですよ。今回切らずに。はい。これ子供から泣いてますね。楽しいことの前で。なんと。ここで一旦エンディング大島のゴタゴタと大集合セット2発大集合セットなんでこんなに揃うの、ね、大集合セットはやっぱ揃いやすいんだよ。揃いやすいから、だから3万ですから。3万じゃなの、なしにしたらまたそれはそれで、ね、そうだね、そう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 、ね、ということで、はい、1回親2回終わりました。まだ2回ありますから。はい、わかりました、はい、どんどんやっていきたいと思います、はい、お願いします。はい、皆さん高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ、はい。